彼女と出会ったのは1年前の夏だった。養って。その日から彼女との不思議な暮らしが始まった。僕は決めた。彼女のためにできる限りのことをしてやると。私の部屋彼女が触れる水は天然の地下水だけにした。いつものびのびと過ごせるようにし、おいしいものをお腹いっぱい食べさせ、ぐっすりと眠れるようにした。また次の夏が来た。さよなら。そして彼女は去っていった。その美しい人の名はうなこ。さよなら。しぶしの豊かな自然で育ちました。養って。